回ね、開封せなくやね。前回も開封した誘惑のメガスやな。前回は、こいつか、中人の、国有派やったっけ、国有派のやつやな。出すたり、名前忘れたけど。ヒエか、ヒエと、クラマーまでなんか出たっけな。絶対4出てないよな。よ、あと覚えてんのはちょっとね、いや、わかんない。それも知らんキャラクターと、だけでか。個人的に欲しいのは濃いまま。まあ、裏飯のこの携帯、この携帯と、これかな。まあ、でか。あとは、宿命は前回出てなかったよな、多分。まあ、宿命は出てないんやけどね。では、早速、開封するから。まあ、開封するときいいけどな。まあ、このチャンネルの登録と高評価。あとは、ツイッターでは、コメントとか X の方とかしてほしいかな。では、1枚目のシールは、と。ん？これはいいか。これは、誘惑でやつだな、これ。ね、今どうでもいい話やけど、めっちゃ味しびれてんけど、なんでやろ。どうでもいい話や。あ、でも、よいしょ。これが出たってことは、もしかしっくり出ないかもしれんな、このやつやったら。まあ、しゃあないけどな。俺もこんな感じ。な。あれ？ちょ、待て。シークレットやないかい。て、じゃあ、え？で、SYC2 の233。負けシークレットだわ。これはシークレットなんやな。これってどういう感じだ？じゃないの、これ。ティッキーはこっちだと思ったのね。この、こちらと思ったけどな。ウィース、なん、そう、プライベートみたいな感じかな、こっちは。服装的にも、このね、じゃ舐めてこんけど。プライベートっぽい服装なんかの、多分、どうでしょうね。よいしょ。ね、また出落ち感すごいな。よいしょ。次、なんやろね。はい。うん。ごめん、わかんねえ。わからないでた。まぁ、ちょっとわからないな。トギ頭しかつかんけど。なんだこれ。王水っていいんか？王水じゃねえな。読みか。ああ、ライゼン、ムクロン。はい。ライゼンを出たけど、ムクロンって話かな。もう大事に言われたか覚えてんけど。クラマンと過去に同じ登場団で暴れ回ったと、急な方で、ちょっとわからんな。多分その、わかんねえ。わかんねえから、あ、でも、こいつか。あ、これ、乗ったから、これだよな、これ。で、これ出てたっけなって出たよな、前回、多分。記憶違うかもしれんけど。よいしょ。では次行くか。よいしょ。次のやつは、誰やねん。ちょっとこれもちょっと俺も、わからへんな。わからんな、出たな。多分、まあ、なあ、パッ、トキサみたいに、しぐれか。しぐれでええんかな、多分しぐれじゃ。おうとしぐれ、トキサみたいな。わかんなかったね。セーターシーエンのジャガムジューズを起こした。すぐ起こしたしぐれ、患者人生を一部奪う。綺麗に、まあ、医者的な感じかな。ちょっとわかんねえから、ちょっと軽く、あんま喋れないとこ。これか。これいこうかな。ほんまに誘惑はちょっと俺の知識が全然ゼロに近いからな。お。あれ、こ
しげ、あれか、大臣か。ねえ。ねえ、あの、戦闘バンって感じか、あの、キラキラ行くいけど。バーンってな。戦闘モード、これ何バージョンや、これは。しぐれの ?SR か、これ。SR 大臣か。魔界の証拠を行動して、戦闘だね。ちょいやるけん、若き人と言われ忘れて。まあ、裸にモードかな、ガキやから、ガキ状態にあれば、せずまん。お腹すいた、まあ、お腹すいたら、たみたいな。飯食わせろ、的な感じかな。なんか出る。なんか言ってんな。か、み、か、あ、ライデンか、多分。こうやってみるけど、多分、ある、ええー、たぶん、ここでか、ライセンスじゃねえやん。アイアンな、たぶん。そんな、RAIZEN かな、たぶん。そんな感じやとは思うけどな。たぶんね。よっ。次。よいしょ。チョキな。誰？俺のおっさん？誰？ちょっと待って、もう誰？なんかギャグ漫画出てくそうなんだけど、誰やね？誰？なんだ？縁起でんかな？多分、朝縁起やな。言うて喧嘩の子の演技が送ってたから、相手が死を知って言うすけど、どんどん死を変えたりとかで。ないの、なんかちょっとツッコミとか多すぎやけど、ちょっとツッコミとか多すぎなきゃくたいけど、どんなこっちゃ、どういうこっちゃこれ。わかんねえ。これ重要人物になっとんかん、そのライセンの旧友らしいから。わかんねえ、かっこいいとこ、すっといとこで、お腹すいてかな、これがすいちゃう。ラスイチいきます。ラス1に、どうで当てるやろ。ラス1。すべて知っとるキャラクター出てくれ。知っとるキャラクター出てくれよ。で、いいなら知らんキャラクター出たらいいんだよなぁ、と。ちょっと、これも、ちょっと待てなんか見覚えがあるような、ないような、ないよな。思いっきり知らん、出てたわ。天沼月取りかな多分。とみ、グラマと、ヒエと、ババアさんやな。これが、ちなみに、水の川で、入力は、ゲーマーとかになるよ。あ、水の川さんね。普段の話言ってながら、ちょっと全然かな。通名いいのか、全然、まあ、戦闘向きでは、ちょっとまあ、ゲーム機を使ってやるから、ちょっとまあ、こぼし系、こぼしで使う系ではないよな、多分。まあ、ほんま違うかもしれん。まあ、アニメとか皆さん見たら、もしかしたらそういう系かもしれんか。そういう戦う、まあ、ボコっていうか、ガンガン殴り聞く系、格闘系じゃない、格闘系なんかな。あーねやな。これ全部解決したもんな。1、2、3、4、5、6って感じかな。よっ。で、出たのがこんなのかな。まあまあ。剣、なんか丸っこい刀の剣持ったやつのしぐれか。で、なんかの角系。で、ゲーム系。なんか、鬼で、お腹すいた。な。で、死刑かな。まあ、これが時間だよ。まあ、まあまあ、まあ、知らん企画だって、はっきり言うけどな。だって、6枚中ね、6枚中5枚が知らんって言うね。まあまあ、たぶん原作ドイツとかアニメでも多分分かったと思うけどな。全然分かってないけど。まあ、こういう、まあね、原作、まあ、
まあ原作は読んだことないんやな。アニメはちにわかでも何話か見ておったぐらいやしな。でも、前回言ったような、確か。まあこれに関しては多分違う、ボックス自体が違う乗り方なんだけど、多分な。まあ、だから多分シークレに当たったかもしれない。シークレとか、シークレか。これが当たったのかもしれないしな。もし同じブックで買っとったら、もし当たらんかもしれんし。そ ういう感じだけどね。まあ、まあ難しいよな、いろいろ。だけどな、実写もしとるから。ね。まあ、こんな感じかな、でも。まあね、このチャンネルの登録じゃなくて、チャンネル登録していただけたらいいけどな。またこの動画最後まで見てくれてありがとう。それじゃあ、またね。